はい、皆さんこんにちは、トハナモイギバイ。今日も遊戯王マスターズデュエルやっていきます。最初に挨拶を、みんなのハートにモエモエキュンバイ。よし、オッケー、これで思い残すことなく始められる。昨日から始めた遊戯王マスターズデュエルなんやけど、昨日始めたての超初心者一件、本当にわからんことばっかりやっけんが、詳しい方はぜひいろいろ教えてください。あと、モエギと一緒でやったことないよっていう人はモエギと一緒に学んでいきましょう。でね、今日は生配信の設定を YouTube の方でちょっと変えてみて、チャットのラグが少なくなるようにやってみたっちゃけど、どうやろうか。動画止まっとったりとか変になったりしたら教えてください。なんか低遅延モードってやつにすると動画が止まっちゃったりするらしくてね。どうやろう、コメントとかうまく流れとるかな。もし音が聞こえとらんよとか、コメント打てないよとかあったら、コメント打てないよってなったらコメントじゃ教えられんけどね。よし、それでは始めてまいります。リアリティの方にも来てくれたみんなありがとう。キネクリさんとバロンさん来てくれてありがとう。よかったら YouTube の方も遊びに来てね。よし、昨日チュートリアルを終わらせて、今デュエルストラテジーっていうやつの1個目のデュエルも終わったとかやね。よし、じゃあ2個目の戦いを始めてまいります。ゆうくん来てくれてありがとう。そう、陽気もね、始まる前から待っとってくれてありがとう。よっしゃー。それではデッキ構築の答えは一つではない。なるほど、あ、今度はじゃあ構築の仕方を教えてもらえる感じか。シールドクラッシュや前のチャプターで手に入れたサンダーボルトを使って相手モンスターを破壊し直接攻撃を狙おう。よっしゃ、サンダーボルトするぞ。いや、わからんけど、もう気が先行。どうどう、動画止まったりしとらんかな。音も聞こえとるかな。デデン、よし、来た。萌木が先行。ドロー。違う、これは最初に5枚もらうやつ、なんて言うちゃろ。モンスター表示形式とは、モンスターには3つの表示形式があります。手札からモンスターを召喚した時などに表側攻撃表示になります。なんか昨日教えてもらったやつだ。攻撃を行う時はこの表示形式にします。全然聞こえる、よかった、ありがとう。裏側表示表、裏側守備表示のモンスターが相手に攻撃されたり、あ、飛ばした、ただの、あ、あれか、5枚のことね。手札からモンスターをセットした時などに裏側守備表示になります。あ、なるほどなるほど。裏側が攻撃されたら表示系、まあいいや、やってみよう。戦闘ダビンチの計算方法とは、攻撃表示 VS 攻撃表示の時はお互いの攻撃力の数値を比べます。1500対1800やったら1800が勝つってことね。で、攻撃表示対守備表示やったら攻撃表示モンスターの攻撃力と守備表示モンスターの攻撃力を比べます。あ、オッケーオッケー、理解、覚えるの頑張る。そう、まずルールを覚えるところから頑張らんばけんね。よし、まず1体通常召喚を1体できるというね。1個目のさ、なんだろう、1手目でやったら強いやり方ってあるとかな。普通にもう攻撃置いていいかな。この一番攻撃力が強いやつを召喚します。で、トラップを置く、軸だけ、イカをセットで、罠は何個も置けるとやった気がする。スキルサクセサー、この人もセットやし。で、攻撃のメインフェーズが終わり。あれ、これ攻撃できんと、攻撃は1ターン目って攻撃できんってやったっけ。そうやね、そりゃそうか、相手生身、絶対生身になっちゃうもんね。エンダ、5枚までなら1ターンにおける制限はない。へえ、なるほどなるほど。先行は攻撃できない。オッケー、来ちゃいらっしゃい。よし、表側攻撃表示となんか守備表示を覚えています。無慈悲、相手がターンを終了しています、カードの効果を発動しますか。これって発動した方がいいとかな。どう、読んでみよう。今じゃなくていいよね、これ。キャンセル、ああいうなんかやりますかっていうのはよくわからん。お、ゴブリン、ゴブリン、ゴブリン来ました。やばい、なんか何、石投げられた。もう萌木のターンじゃなかった、相手が石投げアタックを発動しました。痛い痛い、石投げんでよ。え、これを発動、今発動したらどうなる、関係ある。これがデジタル化の弊害。なるほど、毎回聞かれてしまうか。自分のターンにって書いてあるけど、別にこれは相手が萌木に石投げとるだけやろ。キャンセル、キャンセル、いいで、石投げられた。このカードこっちから、相手は2枚を守備表示したってことね。自分のターンに墓地にこのカードをゲームから召喚。
全然わかんない、この罠。文字が多い。文字が多いんじゃ。1個置ける。これ横にしておくのとか、した方がよかったかな。この子強い、ちょっと弱すぎん。1ターンに1度、戦闘で攻撃力上回られた時に。あー、なるほど。オッケーオッケー。1ターンに1度、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は相手フィールドのモンスターの数かける1000ダウンする。あー、こいつは相手をダウンさせるやつか。さっきのやつは自分をアップさせるやつね。これ強くない？これ強かけどさ、相手は表側表示をしてない。あ、してる。こいつ置こうよ。こいつ召喚しよう。これ強い気がする。召喚。ちょっとめちゃくちゃ弱いけど、あ、違うか。めっちゃ500しかなかよ。これ一瞬でやられるっちゃね、この子で。この罠は自分フィールドのモンスター1体をリリースし、相手フィールドのカード1体を対象として発動できる。そのカードを破壊する。え、これ強かね。これでさ、あの横向いてるやつどけられる。いやでも横向いてるやつは萌木のことを攻撃してこないから、そのままでもいいかな。いいか、一旦終わっとこう。あ、バトルしようもできる。え、でもさ、でもさ、こいつで殴ったら向こうの方が強い剣返り討ちに合う気がする。相手フィールドのモンスターの数かける1000ダウンしたら相手は1100やろ。これどうやってさ発動させられるっちゃろ。これは攻撃は違うよな。こいつでこれ横向きのやつをさ攻撃したら、これには絶対負けるよね。こいつあげる。え、わかったわかった。このさ、これを、あ、これを発動して、こいつを強くして、でこいつでこれを攻撃。どうどうどう、これこの作戦。2100に殴ってスキル作成されて攻撃上げ。今やったやつ、今やったやつのことで、この人攻撃戦とかもできるよね。この効果を発動させるってどうしたらいいんやろ。攻撃はしたくない、負けちゃう気がするね。この相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は相手フィールドのモンスターの数かける1000ダウンするっていうやつは、何をやれば発動するの？これを押しても、はあ、メインフェーズの時に全部やったとか。それのこと。よっしゃー、もういじ賢いぞ。じゃあ一旦これは、そういうことか。一旦終わるしかなかったかな。そしたら、終了。エンド。よし。なんか怖いの来た。あ、確かに、そっか。表側やっつけちゃったやんた。相手めっちゃさ、防御ばっかりしてくる。見えんのが怖かね、あれ。どれぐらい強さの防御力持っとるっちゃろう。破壊の魔法壁なんだこれは。覇者の魔法壁。自分フィールドのモンスターは自分ターンの間は攻撃力が300アップし、相手ターンの間は守備力が300アップする。絶対これ絶対やった方がよくない。効果発動しちゃおっかな。効果発動で、この手札が1枚以下になるね、これ最後召喚したら。でということは、これも攻撃にしておいて、よっしゃ2300になった。お、エクストラデッキが光ったぞ。光った。特殊召喚ガオガオ、来てくれてありがとう。頑張っとるよ。この辺を作るかどうか。カチコチドラゴン、出た出た。カチコチドラゴンを出すためにはレベル4を2体消費せばいけんっていうね。これとこれがいらん、おらんくなるってこと。一旦エクシーズ召喚もなしで攻撃しよう。うん、ガオガオありがとう。今日教えてもらえて結構ね、分かるようになってきたよ。真ん中が強そうで、相手のこれが強そうってこと。こっちを攻撃するか。これがさ2300になったの結構強くなか。こいつを攻撃するか。防御力って萌木が今までさ使ったカードって1000ぐらいの防御力しか見たことなかったけど、どんぐらいまであるもんなんやろ。相手こいつでブレイドナイトで、こい真ん中の子を攻撃。怖いね。あ、今使えるか。これ発動しちゃう。めっちゃ強くなる。これ一回使ったらもう終わりなんやったっけ。ちゃんと見よう。自分フィールド上の表側表示モンスターを一体選択して、あ、絶対使わん。分かった、使わんね。使わずに行きます。お、ダメージステップです。カードの効果を発動しますか。でも萌木勝っとるよね。なんで発動せんこと聞かれてるだけか。さあ、よし。でこれであの子を攻撃で発動はしない。
あ、待って、ちょっと待って、見えない。萌木の攻撃力何やったっけ今。2100とかって。あ、見えた。2100。あ、勝っとる。よし、そしたら、これでもいける。いっけー。よし。で、この子は、大丈夫。何もしない。ターンエンド。なんか罠発動された。なんだなんだ？相手が強欲なビルを発動しました。これさ、なんなん？相手がカード発動しても別に何もできんくない？これ今。何もできんよね。しませんしません。ナイスだ！ムーンスクレイバー。チタンに一度自分フィールド上の岩石族モンスターの表示形式が変更された時に発動できる。なんだそれは。岩石族モンスターの表示形式。あ、縦から横にした時に特別召喚みたいなやつか。来た。予想外。ダジャレですか？予想外来たんじゃけど。そりゃ予想外やな。お、ガオガオも現在遊戯王中。お、いいね。みんなで遊戯王やってこう。まず、これさ、召喚できる限りどんどんした方がいい。あ、でも召喚できるやつおらんね。これ何やったっけ。フランシーさん、いらっしゃい。遊戯王。遊戯王。やっとるよ。今ね。よくわかんなくなっとる。これは、このベイオネーターさんの発動できるタイミングがわからん。そのモンスターの攻撃力は相手フィールドのモンスター。あ、違う。いっか。このさ、これはモンスターがオルケンが今使えない。これ、あ、でもそんなことせんくても普通に攻撃してもいいか。攻撃したらいいか。攻撃しちゃおう。ドラゴン使うの割だと思う。あ、エクシーズ召喚しちゃう？でっかい強いの出す。カチコチ？あ、真ん中のやつ強いって言ってたね。これ、あ、これあれだ。リンクのやつだ。これを、あ、そっか！そうだった。2回攻撃できるんか。でも相手は1枚しかないけさ、今2個攻撃できるのってメリットではない。そうやんね。やったら今は普通にこれさちょっと使い道わからんけさ、この土球部隊を使って、あ、そっか、1回破壊して2回目の攻撃で相手のボディを直接攻撃できるか。そうだ。よし、じゃあそうしておう。特殊召喚ガイアセイバーで3体。待てなんでだ？モンスター2体以上って書いてあるとに3体って書いてある。わかんない。選択、これと、これとこれとかでいい？これなんか400アップするのは強かしね。あ、カチコチドラゴンの方がいい？オッケー、カチコチドラゴンでしょ。カチコチドラゴンめっちゃさ、可愛いかよね、名前。レベル4のモンスターを2枚。どっちが石まで。でも、おいぎ、真ん中のこのガイアセイバーがいい。ガイアセイバーにして、めっちゃブレブレ。この人と、これ。え、なんか3つとも取られるよ。3枚いると。あれ？ガイアセイバー。いけーだん。3枚とも持ってかれてた。うわ、かっこいい！カードが揺れた。はははって。リンク3やっけん。なるほど。3方向につなげられるみたいなやつか。じゃあ、これはよくて、これもよくて。じゃあ、バトルフェーズに行きましょう。よし。攻撃。よし。で、これやだ、いちいち出てくるの。ドカン。で、破れて、あ、何このカードが戦闘によって破壊され、墓地へ送られたとき、相手ライフに500ポイントダメージを与える。わー、なんかさっきから地味に削られよる。バサラン来てくれてありがとう。今 YouTube で配信しよるけど、よかったら YouTube の方に来てね。これでもう一回、あれ？攻撃できません。何？ロンクモンスターの紙を見たら書いてある。リンクさんの紙。これは違う。これは、このさ、効果発動って何？ここに4枚カードがある。あ、そういうことか。ここって墓地かな？ここで拾ってきるといいな。この子1回しか攻撃できんと。あらま。じゃあ、オッケー。一旦じゃあ終わりか。あそこが墓地で、あれでなんか発動できるやつがあったら自分で選んでやるってことやね。守備表示の岩石族モンスターが攻撃され、攻撃モンスターのコントローラーが戦闘ダメージを受ける場合、その戦闘ダメージは倍になる。岩石族モンスター持ってない。わー、来た、かわいいの。この人多分あれよね、めっちゃ守備力高いやつ。火力を選ぶか2回攻撃。あー、そういうことか。今のリンクの、あ、わかった。
そういうことか。カチコチドラゴンは2回攻撃できて、このガイアセイバーは火力が高いけど1回やったんか。わかったわかった。萌木はエクシーズ召喚とあのリンクをごっちゃにしとったんじゃ今。そうだそうだ、エクシーズ、このガイアセイバーはエクシーズ召喚じゃなかったってことやね。予想外使ってみる。予想外使える。あ、そっか、今モンスター、おるよモンスター。でもここに、これは自分フィールドじゃなかと。自分フィールドにモンスターが存在しない場合に発動できる。敵からレベル4以下の通常モンスター1体を特殊召喚する。できるならやってみたい。あ、ダメか。オッケーオッケー。じゃあこれを守備表示で出すんで、うん、大丈夫、ありがとう。つなさん来てくれてありがとう。今ね、YouTube で配信しておるけ、YouTube の方見に来てください。Twitter にリンク貼っとるけね。通常召喚が終わりました。じゃあ、終わりやね。バトルフィン、ガイアセイバーで殴る。一旦ちょっとこれめっちゃしっかり読んでいい？全然わかっとらんさ、これ。自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はターン終了時まで400ポイントアップする。また自分ターンに墓地のこのカードをゲームから除外し、墓地なんこれ。自分フィールド上の表表示モンスター1体を選択して発動できる。ここがわからん。なんで墓地なの？あ、1回使ったら墓地に行きます。で、墓地に行っても墓地にある時の役目があるよって。選択した自分のモンスターの攻撃を短縮よりまで100ポイントアップする。あ、そういうことか。やっぱそっか。じゃあ例えば今使ったとしたら400ポイントアップする。で、使ったら墓地に行きます。そのターンは使えないけど、その次のターンにこれを使うぞって言ったら800ポイントアップさせられるってことか。オッケー、わかったわかった。よし、ということは、もし萌木が今攻撃してるこのなんちゃらセイバーが相手の防御力より弱いかもって思ったら使ったらいいってことね。さすがに、いや、神経、よしよし、先に使わんでいいってことか。はい、先生質問です。これ今さ、攻撃するって選んで罠カード使いますかみたいな質問来た体でキャンセルにして、相手の裏側守備表示にしてるカードがくるってなって、相手の守備力が見えた段階でもう一回その罠を使うかどうかって選択できる。あの時にだけ裏向きで、相手の強さ分からんけどどうしようかなって考えんくても、相手が表側にした時に、あ、攻撃力足りない、よし罠を発動するぞっていうことができるんでしょうか。なるほどね。じゃあ毎回萌木が悩んでたあの時間は、あの時は別に罠は使わなくていいってことよね。そう、なんか罠使ったけど全然実は単体の攻撃力で余裕やったみたいなことありそうやなって思っとったさ。やっぱそういうことか。オッケー、よし、一つ学んだぞ。今引いたのはなんだ、友の木。相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。自分は攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを受け、そのモンスターをゲームから除外する。次の相手ターンのエンドフェーズ時、この効果で除外したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。これ昨日あったやつだ。急に萌木の手元にドラゴンが2体舞い降りたやつ。あれなんなんやろって思っとったけど、この罠のせいか。じゃこれは置いとこう。この攻撃を萌木が生身で受けてもまあいっかって思う時は使ったらいいかな。こっちの効果は1回持たなければな。へえ、なるほどなるほど。よし、じゃあこれで終わりで、バトルフェイス攻撃。あ、もうこれ生身で攻撃できるやん。生身にやっと相手削れる。よっしゃ。これはこれさ、使ってもいいよね多分。まだ使わなくていいか。まだいいか。相手の体に400プラスで攻撃できるってさ、強くない？で、しかもその次もう一回使えるっちゃろ。使っちゃおう。ありがとう、教えてくれて。よし、落ちへ行ってらっしゃい。攻撃力アップするモンスターを選択してください。ガイアセーバー、君に決めた。とどめでいい。もう使っちゃった。墓地にトラップを送るのもあり。一旦なんかね、墓地に置いとくっていうのもいいよね。墓地で、だって、とどめの時にさ、墓地から使えるタイ ?3700。めっちゃ強い。よし、じゃあ、これ、エンド。オッケー。あ、小麦のカードが燃えてる。ナリキンゴブリン。ナリキンゴブリンか。今デッキから1枚ドローする。なんか回復した、やった。この交換ってどうなんやろ。萌木にとって得じゃない。そんな1枚って大事なんですか。レオンタウロス、かっこいいの来た。1枚引くことと 1000ライフポイントをさ上げることって10日交換なんだけ、なりきなんかな。
よし、このカードが通常モンスター以外のモンスターと戦闘を行うダメージステップの間、このカードの攻撃力は500アップする。へぇー、遊戯王は手札の数イコールできることの数。そっかー、そんだけ引くことに価値があるんやね。なるほど、メモメモ。レオンタウロス、通常モンスター以外のモンスター普通に出そう、普通に召喚します。違う、召喚、遊戯王の最強効果はドロー。へえ、1000ライフ上げるってめっちゃ上げすぎやろって思ったけど、そがんことないとね。よし、バトルフェイン、バコバカにしちゃるぜ。待って、これさ4700、あ、違う違う、そっか、相手の、そっか、ここにバリアが張ってある剣が、どうしよう。これがさ、このバリアが通常モンスターじゃないことにかけて、これで攻撃してみたい。ででん。お、上がったじゃない今。通常モンスターじゃなかった。しゃあ、正解。これで、あ、あ、大丈夫か。よーし、いいぞ。このまま行きたい。で、バトルフェーズは終わり。まあ確かにね、今、手元に2枚しかないこのカードじゃ今何もできんもんね。相手めっちゃ防御ばっかりしてくる。いやー、ピーチ久しぶり、ヤッホー、来てくれてありがとう。遊戯王しおる場合、ピーチ遊戯王したことある？ブレイドナイト。お前にはめちゃくちゃ初心者一見が、今ねみんなに教えてもらいながらちょっとずつゆっくりゆっくりやりよる。今引いたのがブレイドナイト。これ先生質問です。このさ、モンスターはあればあるだけもう場に出してた方が得？あ、でもそっか、今回に関してはもうとどめさせちゃえるけんが、もうポイって出しちゃった方がいいか。よし、でこのさ、相手のバリアがどれぐらい強いかによる。やったことない。お、じゃあ萌木と一緒に勉強しちゃおう。だってさ、こんだけ日本中というか世界中で有名なカードゲームでさ、もう名前とかめちゃくちゃよく聞くけど実際にやったことないのってなんかね、萌木的に悔しいなってずっと思っとったさ。でもこういう時じゃないとね、いざ始めるってことができんけんがね。時と場合による。もう出せるだけ出しちゃえ。 OK、 出しちゃった。じゃあとりあえず相手のバリアを崩したいんやけど、この人の強さがどれくらいか分からんけん、そこそこの強さの、もしこれで相手の方が強かったらどうなる？カードゲームできる人って頭いいイメージ。わかるー。萌木も頭よく見えるように頑張ろう。よし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 。お、ということはもうあとは生身殴るだけだ。よっしゃ、いけ、ガイアセイバードガーン。まことしゃん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。ガオガオの枠であったね。来てくれてありがとう、早速。嬉しい。勝ったよー！よっしゃー、おめっとありっとー。火力足りてるし、でかいのから殴ってよかった。あー、そっか。あ、確かに、そうだそうだ。相手の防御力が見えとらんってことは、なるべく大きなので一発で相手のバリアを破って、その後にちっちゃいモンスターでちょこんちょこんって殴っても生身は削れるんか。確かに、勉強になる。もうすでに買えるのに頭良くなっちゃうの？なっちゃうなっちゃう。どんどんね、ちょっと磨いていかんば。萌木、いつまでもタケノコのように成長するけんね。見とけよ。次の戦いはモンスターの召喚は基本的に一旦に一回だ。これ今言う？最初に教えてよ。萌木リスナー先生たちに教えてもらったっちゃけど、今更、いやそれは分かっとるやろ、ここまで来たっちゃけん。けれど特殊、あ、そういうことか、すいません、その次を説明したかったとね。はい、ごめんなさい。けれど特殊召喚を活用すれば一旦に一度の召喚以外でモンスターを展開することが可能になる。予想外、出た出た。前のチャプターで手に入れた死者蘇生を使って複数のモンスターでの連続攻撃を狙うのだ。オッケー。攻撃力2000オーバーを多めにすれば伏せモンスター相手も殴り勝てる。あ、そうなんだ。 それはさっきさ聞きたかったさ、相手のその守備モンスターのなんていうの、大体の守備力ってどれくらいマックス。ひなさん来てくれてありがとう。大体YouTube の方に来てくれたら嬉しかよ。ありがとうね。萌木の Twitter に YouTube のリンクが貼ってあるけんが、ひなさんよかったらってよかったら遊戯王のね配信見に来てくれたら嬉しい。特殊召喚とは死者蘇生などの効果やルールで決められた特別な方法など、通常召喚以外でモンスターをフィールドに出す方法があります。これらは特殊召喚と呼ばれ、条件を満たしていれば一旦に2回以上行うことができるのが最大の特徴です。なるほど、 OK。 よくいけるとか1800とかが高い。あ、じゃあもう2000超えとったら大体もうなんか殴り勝てるかなって思っていいってことね。
一番高いの2600水曜でも全然使われない。なるほど。ああ皆さん来てくれてありがとう。でもすぐ来てくれてめっちゃ嬉しい。萌木の成長を応援してください。来た、一発目から予想外来た。こりゃ予想外ですね。まず通常召喚、あ違う、でも今だったら特殊召喚できるんだ。ということは日本選手権出場デュエリスト、かっこよ。えめっちゃかっこいい、教えてほしい。萌木ね、本当に強くなりたい本当に今ここまでルールも知らんぐらいめっちゃ初心者やったけど、本当にめちゃくちゃ強いデュエリストになりたいと思っとる件がお願いいたします。教えてくださいませ。そうやね、先に予想外使うとよね。よしよし、ご飯食べながら聞いてる、ありがとう。 BGM にしてくれ。佐藤慎士さん来てくれてありがとう。おいっすー、頑張るぞ。じゃあまずこれを特殊、じゃあ効果発動、全国行ってる。ちょっと萌木の先生たち強すぎ。予想外を、そう萌木九州の人を予想外使って召喚してリンクとかエクシスにつなぎたい。オッケー、リンクとかエクシスにつなげて、チューナーとかはどう。チューナーって何だっけな、今日お昼教えてもらったっちゃけど、チューナーなんか特別なセットがあるんよね。リンクとかエクシスができるカード、福岡おそろっち仲間やね。チューナー周り、あ本当、じゃあチューナーでいこう、チューウォーリアーでいこう。ハゲ失敗してデッキが組めない、メウ、それはメウやね。これをじゃあ一旦出します。萌木今日ね、この遊戯王のやつで4000ジェムぐらいあった件が引いたっちゃけど、小悪魔のカードがいっぱい出た件、小悪魔でデッキ組もうかなって思っとる。教えてもらったさ、そう戦闘機も出たけど、なんだっけな、あれなんだっけ、かわいいやつ、かわいい VTuber みたいなやつ、ライブツイン、ライブツインを本当はやりたいなって思ったっちゃけど、一個も出らんかったさ。だけとりあえず小悪魔デッキを作ろうかなって思っております。1000万払いしたダメやん。確かそのデッキ7のシンクロいた気がする。何それ、どういうこと。あ、萌木のデッキにってこと、こいつにシンクロする誰かがいるってこと。なんだっけ、相手に今2体攻撃モンスターがおるけんが、1体を防御したい、防御でセットしておきたい。よし、で通常召喚が終わる。左側のデッキを見る、これで取ってみるっちゃろ。中身さ、こうか、マイティーウォーリア、あ萌木なんか間違った、これの、あいない、6がいた。じゃあこれが、待ってよ、チューナー足す、チューナー以外のモンスター1体以上で、なるほど。じゃあ何か他の通常モンスターをまずここに召喚した時に、エクストラデッキから今の6のマイティウォーリアーを召喚できるってことね。オッケー、で今は魔法カードが発動できる。あ、これ初めて見た。とりあえず軸だけ、これか、でかいイカさんね、発動します。そっか、相手1体右側のやつをあれか、ボカーンってできるか。よっしゃよっしゃ、ほんで、相手フィールドの魔法、罠カード1枚を対象して発動できる。これは相手に魔法カードも罠カードもないけん何もできない。で召喚も終わったし、じゃあバトルフェーズ、あトラブ、これを、そっか、伏せて置いとけばよかったとか、やちたー。あ、それもできると、後でセットできるか。オッケーオッケー、よかった、危ない。じゃあこいつで攻撃、よし貫通した。でメインフェーズの2でこれを、これね、これを伏せる。よかったー、最初のやつしかできんとかと思っとった。オッケーオッケー、でターンエンド、いい調子。オッケー、さあ何をしてくる。ドン、うっ痛い、あー貫通しちゃったー、やられちゃった。チェーンで発動ができんかったね。ドロー、一応配信は1時間ぐらいやっけん10時ぐらいまでの予定。この試合が終わったら終わるかな。このカードは通常モン、あ、そっかそっか、え、この人ってさ、通常モンスター。先生質問です、通常モンスターとそうではないモンスターってどこ見たらわかると。ねえ気持ちよく勝ちたい。通常とか通常じゃないみたいなのってさ、伏せカードのレベルは、あこれか、2カードの枠の色の違い、あー言ってたー、教えてもらった、今日教えてもらった。オレンジ、黄色が通常モンスターか。ということはこれは通常ではない、通常ではなさそう。
これ、え、色の違いわかんない。あ、これは通常か。茶色は効果モンスター、通常はバニラ。バニラ、これはバニラ色ですか先生？これは何色ですか？これが茶色なのはわかる。これ、あ、こいつは通常か。ということはこれで攻撃しても攻撃力が500アップしないということだね。ということはこれは置かない方がいいということですか？ OK、 よし。置いたらさ攻撃されちゃうよね。置かない方がいい時ってある？今みたいに、今ってあ、違うかもしれない。相手が自分を攻撃してくる時ってこの守備表示がいれば絶対に守備表示に攻撃ができる。バリアを張っとるってことはバリアが障壁となってくれるかな。ごめんね、ラグあるよね。今日はね、なるべく一番低遅延モードで配信はしとるんやけどね、それでもやっぱラグあるね。置いてもいい気がしてきた。これはあまり見なくて、この選ばれし者とかさ召喚していいんじゃないですか。それか攻撃したかもね。いや、これを、あ、違う、待って、これを召喚。昨日より早い、よかった。遅延はね、なるべく少ないモードに設定はねしとるんよ。一応これで行ってみます。行ってみますやけど、これ何やったっけ。そっか、今何もできんってことやんね。攻撃しても、攻撃しても、相手の方が攻撃力あるけね。じゃあバトルフェーズに行くけど、バトルはしない、バトルはしませんって合ってるかな。違ったら後で怒って。これ1700で、なんかいっぱい出てきた、痛い、あーはん、あー、よし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 。あ、跳ね返って相手に攻撃がいった。でも相手のカードは破壊はされないんだね。その子たちが効果で、バニエル子たちは通常。オッケーオッケー、よし。さっきずっと仲良しだったスキルサクセサー来ました。これはセットしたい。これってさ、今この段階で使うことできる？あ、かけるくんいらっしゃい、来てくれてありがとう。今 YouTube 配信しとるよ、よかったら生配信見に来てね。これを、これをセット、セット、セットする。え、セットしたら今回使える？セットしたら次からしか使えないんだった気がしてきた。やっちゃったかもしれん、やらかしたかもしれん。やっぱそうやんね。いい、この子がでも守ってくれるので、ブレードナイト召喚。ほんと？普通の表側表示でいい？思い出しただけ成長、優しい、コーチが優しい。効果で攻撃力上がる、どういう効果やった？あ、そっかそっか、自分のカードは1枚になるんか。よっしゃ、それ気づいとらんかった。おお、よし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 。そしたらこれでバトルフェーズに行きます。で、これで攻撃するとしたら一番強いやつやんね。やっぱり先にぶっ壊しときたいよね。ドゥン、よし、正解で、これは攻撃で金券が終わり。天才プレイヤー現る、天才萌木とお呼びください。タケノコやっけん、成長の、成長力の塊。え、お、え、なに、なに、あ、考えてる、相手考えとる、へへー、辛いだろう。知らんけど、萌ちゃん覚えるの早かった、嬉しい。いや、先生たちのね教え方がいい券売。いや、でも本当にさ、こうやって日本国民が、特に男の子を知ってる、みんなが知ってるゲームを今更ながら覚えるのってさ、どうかなって思ったけど、やっぱり覚えるからにはね、すごいもう急いでみんなに追いついて、みんなと戦えるようになりたい。うん、ありがとう。え、なんで今考えとるのこの人。無理、なんかセンバと違うよね。このゲーム一丁前に CPU めっちゃ考えるCPU やんね、そうやんね、めっちゃ考えるやん。じゃあどうする、雑談でもする？余裕ぶっこいて次の作戦を考えよう。聞きたかったことがでね、そう、チューナーのさ、チューナーで召喚できるって思ったけど、なんか一瞬でチューナーポケモン、ポケモンじゃない
ポケモンじゃない、宇宙モンスターみたいなやつ破壊されちゃった隊、その時ってもうこのマイティウォーリアって存在意義なくなっちゃうってこと？それだけ萌ちゃんが困らせてるからだよ。よっしゃー、困れ困れ強化野郎。なんかちょっとあれバグった？やっぱ止まったくない、なんかあれあれなんか止まっちゃったよ、あのカードシャッフル。あれ待って、萌木の破壊された、バグったー。どうしたらいいと、バグっちゃった、シェレツ困らせすぎてバグらせちゃった。どうしよう、バグったか。どうしたらいいんやろう。もう落とすしかない、落とすか。 OK、 再起動してきます。ペロリン、再起動すらできない、あれ再起動すらできない、スイッチ自体がバグった。ちょっと待ってね、よいしょ、これは続ける。ねえ、そんなかったら、あ、動いた動いた動いた、よし、なんかこれパソコン止まった、強制終了、動いとる、萌木の画面が止まってる、もしかして萌木から見えてる画面が止まっている、みんなからの画面は見えているのか、動いているのか。そう、萌木動いとるよ。このさ、真ん中のカードシャッフルって動いとる？やっぱそうよね。アリハルさん来てくれてありがとう。ヒロインさんもありがとう。ちょっと今ね、絶賛バグ、あの、バグってテンパり中。スイッチ自体は動いてるんやけど、パソコンに、ちょっと待ってね。あっやばいやばい。そうやね、OBS の方が止まったっぽい。よっ。シグナル受け取れ、頑張れ頑張れ、シグナル受け取ってくれ。どうだどうだ、知恵熱で OBS の方が飛んだ、線は刺さっとるしね。ぐぬぬぬぬ、よいしょ、悲しい。イエスシグナル、ナオシグナル、あーそういうことか。いやでもね、パソコンはね冷たい、大丈夫。最後まで勝ちたいよー、勝たせてくれよ。これってどうしたらいいんやろ、こっちで配信終了して再開とかってできるんかな。一旦じゃあ配信終わろうかな。ゲームキャプチャーかな。これを、じゃあ一旦ここで配信を終わります。勝ちたかったよ。ねえ、そうやんね。めっちゃ悲しすぎる。みんなこっからさ、いや、ダメだな。ちょっと、萌木が勝つ音声だけ。これさ、OBS から外してさ、ね、気持ちよく勝ちてとか言ってね、みんなに画面見えないけど、ちょっとここで勝ってもいいですか、もういけごめん、勝たせてください。めっちゃ解説するけん。もういけがすごい最悪な配信してるけど、ブレードナイトで、違う、ブレードナイトで、違う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 、予想外を引いたけんごめんね、みんなピエンしてる、ごめんね。予想外を引いたけんが、あ、違う、でも自分フィールドにモンスターはいるけん、バトルフェーズに行きます。ありがとう、優しすぎる。次回は絶対しっかりね、あの、回復させます。じゃあブレードナイトで相手の大グレファーっていう守備表示になってる守備力1600を攻撃します。ゴー、頑張れ、ありがとう、頑張る、よし、いけ、お、
あれパキーンって言われた。先生、攻撃力と守備力が全く一緒だったら相手は破壊されませんか？もしかして破壊できんかった。やっちゃった。じゃあターンエンドで攻撃1000、あっちの守備力が1600のやつをこっちの攻撃力が1600のやつで殴っちゃってパキンって言ってできんのかー。あー、そんでね、また今考えてる。お、来た来た来た。とね、1700ダイグレファーを攻撃表示にされた。で、萌木の、あー、萌木のモンスターがやられてた。切り込み隊長はめっちゃね、すっごい量のモンスター置かれたんやけど、やばいやばいやばいなんか相手が全部のカードを攻撃表示にしてきた。今攻撃表示4体1個だけ横向き。え、大丈夫？もう死にそう。ドロー、軸だけ引いた。よし、これは絶対使う。ここで負けるなんて。いや、負けるからお前配信終わっとけよってやつやったんかな、もしかして。レオンタウロスを召喚します。そんで軸抱きを発動して相手の、あーって大丈夫、勝つ勝つ、頑張る。相手をね、1体やっつけた。で、予想外は使えないので、レオンタウロス、じゃあバトルフェーズに行きます。レオンタウロスで1500薬剣が相手の切り込み隊長を切り込む。はい、おりゃ、勝つ、勝ちたい、おりゃ。よしよし、相手に800食らわせたよ、生身に。そして攻撃バトルフェーズは終了。ターンチェンジ、今のうちに相手が攻撃しよる間になんかまた相手が考えよる。じゃあ相手が考えてる間に、今日萌木が作ったこれを、あっ失礼しました。よし、こんな感じで、ね、ずっと考えとる。雑談しよう。今日はみんなどんな一日だった？萌木は今日はね、このデュエルの画像を作ったり会議をしたり、結構すっごいギュウギュウな一日だった。あとね、ガオガオにデュエル教えてもらったりね。ねえ、めっちゃ考える。まだ朝、そっか、地球の裏側やもんね、ガオガオは。朝か、何時今。なあ、萌ちゃんに教えてた。そっか、あれって昨日なんか。あれからガオガオは寝て、今起きたところって感じ。12時間違うんやね。ということは、こっちの方が早いとか？朝の10時か。違う。朝の10時で会っとるか。バイトの日、お疲れ、おき。そして、パソコンは絶賛考えてます。ね、考えすぎじゃない？今ちょうどマスターデュエルやってる。おー！いいね、どう？勝っとる？もうさ、猫うささんほどまでなると、CPU とかと戦うのじゃ物足りんやろ。なんか全国のみんなとバトルみたいなところあるよね。今度はゆっくり教えたいかも、遊戯王。実践形式で教えます。ありがとう！それもやりたい。実践形式で教えてもらって、あと、リアリティ遊戯王大会とかね、開きたかね。そして、CPU は絶賛考えていると。考えすぎじゃなか？そんな考えることある？戦わせてくれよ。ね、開催しようね。その頃には萌木もめちゃくちゃ強くなっているはず。
あ、来た。戦士ラーズってやつを置かれた。次はまた考え出した。意地でも勝つ気は本当に。それデッキ作ってる。カード欲しくてガチャ回したら戦闘機でが6枚来た。6枚もいらんよね。あれやんね、自分の1個のデッキには1つのモンスターって3体までしか入れられんってやったよね、確か。あ、なんか置かれたの今。来た。よし、萌木のターン。ドロー。スキルサクセサーね、スキルサクセサーばっかり来るっちゃけど、何枚あるとこのカード。メインフェイス、まず予想外とスキルサクセサーを今持っとるっちゃけど、スキルサクセサー使うしか、あ、そっか、スキル、こっちのスキルサクセサーを置く。そんで、もともと置いてたスキルサクセサーを、違う、これは後で発動すればいいか。でもさ、今余分なカードをさ分解して違うカードのポイントにできる権力よね。じゃあ萌木のバトルフェイズ、レオンタウロスで殴りたいんやけど、レオンタウロスを使う。10連引いて6枚はやばい。出しすぎ。レオンタウロスは1500やけんが、こういう時ってさ、守備表示、攻撃表示って相手が置いてる場合で、攻撃の方を優先で攻撃した方がよかよね。自分が攻撃される可能性減らせるし、と思ったんですが、どうでしょうか。あと、ティオの、あ、小悪魔来たから、ワンチャン押しても小悪魔組み込むかなと思ってる。おー、いいね。萌木結構ね、めちゃくちゃいっぱい小悪魔来たんよ。で、最後、1個は、小悪魔がいっぱい出るデッキじゃなくて、小悪魔袋みたいなやつ引いた。これとりあえず、あ、違う。でも攻撃用のやつらは萌木よりも攻撃力が高いので、こいつやな。荒野の女戦士をここに。スキルサクセサー2枚もある剣が効果発動します。で、1900で、1200防御力のやつを攻撃。相手の目を減らすって意味でも攻撃モンスターに攻撃するのがきつい。オッケーオッケー。なんかまた置かれた。なにこちら攻撃した。でもね、攻撃力足りんかった剣が。と思ったけど、スキルサクセサー使えば、スキルサクセサー使ったら相手の攻撃力上回れるんだった。なにだ。お、相手が伝説の剣っていう装備魔法を置いたので、萌木の軸だけじゃなくて、なんか竜巻みたいなやつでリゾルブしました。手札から魔法罠カードをセットします。え、できるとってこと。でも萌木予想外しか持っとらん。なんか置いとくか。ライブツインでだといいな。めっちゃ羨ましい。そういうことか。マリンセス、オッケー。マリンセスってなんだ。わあ、また同じカード置かれた。またなんか、2体守備、2体攻撃に従うんだな、相手は。パンチンチ。ドローフェイズ。ドロー。聖杯に誘われし者。よし、攻撃できるやつ来た。マリンセスも可愛い。そうだ。なんか、マリンのプリンセスって感じで。聖杯に誘われし者をセット。可愛い、女の子のテーマ。マジか。それ引きたいな。まだ1個も出とらん。よしよし。で、攻撃フェーズに行きます。1800攻撃力で、1600のセンシラーズを攻撃。で、スキルサクセサーの効果を発動しますか？おっしゃお。ボコボコにしよう。揃えやすい。あ、ほんと。なんだ攻撃力をアップする。こっち違う。カードの効果を発揮しますか。ちょっと待ってよ。コガン、装備魔法のトップオブトップ。ちょっと待って。よいしょ。よし、伝説の剣とか装備魔法の中の装備魔法。あ、そういうこと。伝説の剣がトップオブトップやったん。よっしゃ、萌木ちゃん、いいことしたね。
今度はさっきね1900になったレオンタウルスで戦士ラーズを攻撃。よし、相手をやっつけたし300貫通。絵札が全然暗い、絵札が全然暗い、悲しみ。よし、これでターンエンド。相手2体破壊したし貫通ダメージも食らわせた。あのラージャーみたいなやつ2枚使っちゃったけど、でも墓地からも使えるしよかよね。よし、萌木のターン、ドロー。相手はなんか何もしてこなかった。砂人の大竜巻また来た。ヨウズキさん、センちゃん来てくれてありがとう。今 YouTube で配信しておるけん、よかったら見に来てね。でもちょっと絶賛バグってさ、声だけの配信になってるさ。萌木今ね、砂人の大竜巻っていうカードを引いた。これはセットしとこう。セット、アプリだけどやってる。あ、ほんと、萌木もね、初めての遊戯王プレイやっけんね、みんなに教えてもらいながらやってる。よし、では攻撃します。まず、レオンタウロス1500の攻撃をこのソードマスター。え、先生ちょっと聞いてください。オッケー、ありがとうね、ガオガオ、最後まで言ってくれて本当にありがとう。しかもが映像も見えんとにありがとうね。なんか相手がね、守備力ゼロやとに守備表示にして置いとるんやけど、これは何を目的にしとるんやろ。間違ったんかな、あんだけ考えてね。 CPU 間違うとかある。よし、で聖杯にいざなわれし者1800で、相手900の守備表示を破壊。よっしゃ、相手のモンスターカードを一掃しました。もう何もない。ターンエンド。やっぱ画像動画見せながら聞きたかったな。相手が伝説の剣を発動しました。はい、砂人の大竜巻の効果を発動。柏木そらさん来てくれてありがとう。猫宮さんこんばんも。今ね YouTube で遊戯王配信しとるばい。待ってよ、伝説の剣を破壊する。よっしゃ、装備魔法の中のトップオブザトップをまたもや破壊する萌木。お、マスターデュエルでソロしてる。おー、一緒に強くなろう。萌木初心者なんやけど、今強くなろうと思って頑張っとるよ。よかったら YouTube チャンネル登録してくれたら嬉しかばい。ダメージ軽減のために1体でも壁モンスターが欲しかった。あー、そういうことか。守備表示だったら貫通合戦ってことか。おー、なるほどなるほど、オッケー、めっちゃわかった。今ねまた聖杯にいざなわれし者を引いた剣がこいつを召喚で、はい、めっちゃ攻撃フェーズ。聖杯にいざなわれし者で攻撃したいんやけど、攻撃力が足りんけんがスキルサクセサーを使って攻撃力をアップして殴る。よし、でレオンタウロスでダイレクトアタック。あと相手1700枚。よし、でもさ、今回できることはないけんがターンエンド。殴れ、ありがとう、めっちゃ殴ってる。よし、来い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 、来てみろよ。相手がカードを1枚裏側守備表示で置きました。ドロー。聖杯にいざなわれし者を引いた剣がこいつを召喚。そしてあとは殴るだけ。まず聖杯にいざなわれし者のバトルフェーズに移行して、聖杯にいざなわれし者1号ダイレクトアタックの前にモンスターをやっ、そうだ。そして聖杯にいざなわれし者第2号でダイレクトアタックファイナルブロー。やったー、勝ったー、勝ったー伝説
ないし、ね、全くわからんやろ。いいとこずっとタイトル見せられてる。勝ちました、勝ちました。はぁ、パチパチありがとう、おめでとう、ありがとう。いやー、最後はね、全然画面も見せれず音声だけの配信になっちゃって申し訳ない。最後まで言ってくれて本当に本当にありがとう。次はちゃんと、ね、でもね、萌木が何か間違ったわけじゃないけど、ちょっと OBS さんにバグらんようにお願いするとともに、ちょっと対処法を調べておきますね。いやー、本当にありがとう。からきしそらちゃんもありがとう。よし、では今日の配信はこの辺で終わりにしようと思います。最後まで見てくれたみんな本当にありがとう。トラブルに見舞われてしまったけれどありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいね押してください、お願いします。それでは明日も皆さんいい一日になりますように。お疲れ様、バイバーイ。